去年の実物大ガンダムに続いて、臨海副都心のお台場に、今年は女の子に絶大な人気を誇るキャラクター、ハローキティが登場しました。お台場の海におよそ8メートルの巨大キティちゃんが登場しました。このイベントは、都心に緑を増やして公園を活性化させようと、都の造園緑化業協会などが主催し、今年創業50周年を迎えるサンリオが協賛しています。オープニングイベントではバルーンおよそ30個とともに噴水のショーが行われました。臨海副都心のにぎわいということも一つのテーマに私どもは考えております。物流と同時に緑ということでですね、こういった公園の整備、緑の整備を進めていきたいと。会場ではイベントのオリジナルグッズも販売、多くの親子連れが訪れました。何が一番好き？キティちゃん。キティちゃん？子供が好きなのでそれで好きになりました。やっぱ子供が安心して遊べるところですかね。今そういうところがすごい少ないので、自然の中で子育てできるのが一番いいかなと思います。オリジナルグッズの収益の一部は緑の東京募金へ寄付されるということです。このイベントは22日まで行われています。